まあ、じゃあ、後で。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということですね、今回は、思考シリーズ、さっきね、思考の、コロッケをやって、うますぎて、うまになった。そんな中で私がさらなる思考をやっていきたいと思います。それ何かっていうとですね、皆さんこの言葉聞いたことありますか？マッケンチーズっていう、この間モスバーガーがやってたんですよね。マッケンチーズ何っていう、結構ね皆さん知らないと思うんですけど、これはねマカロニ&チーズのことなんですね。欧米の方でね食べられる料理なんですけども、まあマカロニのチーズ和えです。向こうのレシピだと、まあ、結構ねそのチーズ溶かして和えるだけっていうのが多いんですけども、今回はちょっと日本人向けの味付けで、私がこれだっていう味付けをやりましたので、それをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。で今回ですね、やりますのは、やっぱ欧米のレシピですので、欧米の気持ちをやっぱ理解するのが一番重要だと思っております。その土地のものをね使いたいなっていうふうに思いまして、今回はご用意しました。ジェントルメンジャックです。はい、これ何かというとバーボンなんですね。やっぱねバーボンはね欧米です。なのでバーボンを飲んでいきます。お、今日綺麗に入った。いっぱいの酒飲みになってきたってことですよ。やっぱねジャックですよこれ。そしてこのジャックに入れるのは炭酸です。ソーダです。うー、せい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 、欧米の気持ちを理解していきます。これだよ、これにマッケンチーズを合わせたら絶対に必ず勝てる己に、ということでやっていきたいと思います。それでは材料説明いきたいと思います。まずですねマカロニ&チーズなので、マカロニ今回スーパーで手に入りやすいような早茹でのサラダマカロニを、使用します。4分茹でのものですね。まあこういうあのマカロニだったら、まあ、何でも大丈夫です。はい、あとチェダーチーズ、これねマッケンチーズっていうのはもう欧米のレシピなんですけども、チーズに何を合わせたらいいか問題が結構あるらしくて、何のチーズが一番合うかってもう向こうでもものすごい議論されるっていうようなものなんですけども、今回は向こうでね結構食べられてるのがこのチェダーチーズ、もうスーパーにこういうの売ってると思いますんで、チェダーチーズを使っていきます。チェダーチーズってじゃあ普通のチーズと何が違うのかっていうと、ちょっとね木の実の香りがするようなちょっとねコク深い、チーズなんですね。色合いもすごく綺麗なので今回チェダーチーズを使っていきます。そして玉ねぎ4分の1個、まあ、大体 50g ですね。で、ベーコンが 40g、はい、でバターが 10g 以上の食材でやっていきます。あと調味料は概要欄で。はい、じゃあ、早速やっていきたいと思います。まずね材料を刻みます。本来はね、玉ねぎとベーコンとか入れないんですけども、まあちょっとマカロニだけっていうのもあんまりなんで、一色になるような感じで、今回は具材を入れていきます。で玉ねぎなんですけども、これスライスです。薄めのスライスに僕はしていきます。これでですねオニオンの香りをねつけていきます。これ超うまいからね。でベーコンです。ベーコンはまあちょっとこう薄切りにしてあげて、でまあちょっとね、マカロニと一緒に食べやすいようにちょっとね細く刻んであげます。こんな感じ。はい、まあ、これで OK。 はい、もうこれで機能あれ。実はねすごく簡単なレシピなのこれ。まずねバターをねバターっと入れていきます。でベーコンをベコーンと、こんな感じですね。はい、でね炒めていきます。でベーコンが入ることによりねより一層ソースにねコクが出ていきますので、ぜひね炒めてください。そんなね、カリカリにしなくてもいいです。ベーコンはね、旨味出しと少しのね、ちょっと香り付けに使うような感じですね。で今回はね、マカロニって結構茹でると分量多くなるんで、だいたい2人分だと思ってください、今回は。だから、1人前だったら半量で作っていただいてもいいと思います。でちょっとパリッと焦げ目がついてきたら、ここに玉ねぎを入れていきます。で、ここで香りと、オニオンの、甘みを出していきます。オニオンはね、ちょっとね、しなっとするまでね、炒めてあげた方が美味しいと思います。そしてこのベーコンとバターと玉ねぎの炒まった香りを、おかずにしながら、欧米になってきます。あー、アメージング。玉ねぎはちょっとよく炒めた方が、このソースに馴染みますんでね。玉ねぎは結構しぼむまで、チリッと炒めていきます。だいたい中火ぐらいで大丈夫です。マカロニは、マカロニ茹でるんですけども、最初にソースを作っちゃいます。ソースを作ってからやると、マカロニが茹ですぎる心配もありませんのでね。玉ねぎがちょっと色づいてきますね。こうやって色づいて、元の量の、半分以下になってくる、と思います。そしたらここで、リキ粉を入れていきます。薄力粉、リキ粉大さじ1です。ここに入れちゃいます。
で、全体的に絡ませる。こうすることによってですね、これから、ホワイトソースを作っていくんですけども、ホワイトソースのルーを作る部分がね、簡略されますんでね、ここで具材と一緒に炒めてください。ちょっとパリッと焼けてきた感じですかね。で、ここで牛乳。ごめんなさい、最初の材料説明の時に言ってなかったけど、ミルクが必要なんだよ。ミルク、ミルクがね、250cc。 これジャーッと入れる。いいですね、こんな感じで。で、ここにですね、コンソメ。コンソメね、大体小さじ1で大丈夫です。小さじ1ぐらい、パラッと。で、沸かしていきます。ちょっとね、沸かしましょう。はい、いいですか皆さん、こうやってね、ちょっとね、温めて。そうするとね、ちょっとふつふついってきますんで、ここにこのチェダーチーズで、元レシピだと70g なんですけども、1つね 20g なんですね、これね。だから、思い切って 80g 入れちゃいます。ちょっとチーズだくで、はい、でこうやって入れちゃいます。チェダーチーズを溶かし込んだこのね、あのチーズソース、アルフレッドソースって言ったらいいのかな。これ欧米はね、チーズ大好きなんでね、今回はね 80g のチェダーチーズを使っていきます。チェダーチーズはね、この形じゃなくても全然平気なんでね、チェダーチーズが他にあればチェダーチーズを使ってください。こんな感じですね。で、溶かし込んでいくと。これをね、溶かし込んでいくとね、黄金色の、チーズソースになりますので。じゃあここからね、弱火でお願いします。こうどん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 こう黄金色に、約束された勝利のソースですから。まあこんな感じですね。溶け切るとほら、ちょっとこうオレンジがかったソースになるんです。なので、これからマカロニを茹でていくのです。これはね、そのまま火から下ろして置いといて大丈夫なので。はい、じゃあね、マカロニを茹でていきます。今回はね、僕ね、いつもね、塩分量を 1% って言ってるんですけど、今回ね、ちょっと少なくていいです。ソースが結構濃いんでね。なんで、まぁ、ちょっと味見して、パスタ茹でるときいつも 1% って言ってるんですけども、ちょっと味見して、ちょっと薄いお味噌汁だなみたいな感じの塩分量になったら入れていきます。今回早茹でのマカロニなんでね、 100g で、早茹でなんで結構ね、茹でるのが早いんですよ。なんで今回4分茹でのもんなんですけども、ちょっと混ぜながら、3分ぐらい茹でていきます。ちょっと固めに。このあとね、ソースに入るんで、ソースに入った後もね、ちょっと柔らかくなっていくんで、ちょっとね、早めに茹でます。早茹でじゃない方がね、僕は好きなんですけども、売ってなかったのね。はい、じゃあ3分茹でましたけど、どうでしょうかね。ちょっと1個つまんで食べてみてください。結構硬いな。あと30秒3分30秒。はい、で、こいつをちょっとザルにあげます。そしたら、さっき作っておいたこのチーズソース、美味しそうでしょこれ、このチーズソース。で、水気を切ったこのマカロニを入れていきます。で、ちょっとソースも冷めているんで、少し火を加えながら和えていきましょう。おほほほほ、どうよこれ、どうよ、どうですか皆さん、これはうまそうでしょう。うまいしかないよねこれね。で、ちょっとね、ソースね、ちょっと冷えてしまったソースを温めるように。うお、絶対うまいよこれ。で、ソースがまたふつふつなって、全体が温まったらもう完成です。 OK、 じゃあ盛り付けいきたいと思います。じゃあこの、茹で上がったこのマッケンチーズを、もうガッとガッとガッと、おやおや、もう絶対うまいでしょこれ。いやいやいや、絶対うまいよ。ということで、こちらで至高のマッケンチーズ完成です。じゃあ、それではできましたので食べていきたいと思います。食べます。いやいやいや、これ絶対うまいでしょこれ。これはね、結構ね、ボリュームありますんでね、一人で食べるよりも大人数で食べてください。結構ボリュームありますんで。じゃあいただきたいと思います。いただき、このチーズのドロドロ感よこれ。うまっ、なんだこれ。みんな多分もう絶対うまいの分かってると思うんですけど、この動画見てもうね、それ以上にうまい。これこの世にこんなうまいもんあっていいのこれ。こっからのジャック、もう何もいりません。めちゃめちゃうまいっす。やっぱチェダーチーズの溶け込んだこのチーズソースがね、最高においしい。そしてコンソメでちょっとうまみも足してるんですよこれね。玉ねぎとこのベーコンのうまみも溶け込んでて、これはちょっと至高すぎます。これは。そして味変カムジェネーション、ブラックペッパー、これでさらにジャックが進んでしまうと私は推測する。アメージング、エクセレンス。
そしてこの胡椒とうまく合わせたいタバスコ。コメントで今こいついつもタバスコかけてんなっていう風に思うかもしれないですけども、一言だけ言わせてもらいたいですけど、いつもタバスコばっかかけてます。でこれをねかけて食べる。あー、くるくるくる、あ、きたきたきた、これよ皆さん。このうまさを皆さんに届けるためにやっぱり試食係がいると思いますね。タップダンス、タップダンス完全にタップダンスタップダンス、はい、達也何プッシュいきますか。でお任せで、お任せで、はい、じゃあ2プッシュですね。はい、その量で2プッシュ。炭酸を召し上げました。多すぎる。じゃあお疲れジェネレーション。話題になってるのはなんか知ってます。話題になってるの知ってる、はい、知ってるでしょ。すべての人類がうまいという味だと思います。いただきます。うわ、うん、うまっ。やばいだろ。やばくないこれ。めっちゃうまい。暴力だよね。うまいよね。無限に食えそう。これ反則だなと思ったもん。マジでうまい。うまいよね。こういう感じなんですね。そう、なんかチーズソースでホワイトソースみたいなの作って、うんうんうん、そこにチェダーチーズを 80g っていう相当な量入れてるから、もうジャンク、ベストオブジャンクです、これ。うん、さっきいけるでしょ、これアメリカンだやっぱり。さすがです。サバスコかけてもらっていいですか。あ、まあまあ、なるほど。サバスコかけてもらっていいですか。うん、相性やばない？無限に食えそう。マジで。めっちゃうまいでしょこれ。笑っちゃうなこれ食べると。さすがですね。ありがとうございます。多分ね、俺分かった。今心の底から出てた。うまいか。いやマジで。マジで。本当にちょっと素でやってた。ありがとうございます。いいリアクション取れましたね。ということで皆さん、今回の至高のマッケンチーズどうでしたでしょうか。世界の 95% の人はうまいって言うと思いますこれ。それぐらい美味しさが詰まってます。なので皆さん、ぜひ今話題のマッケンチーズ作ってみてください。タップダンス。はい、なんだろうね、アメリカ育ち、アメリカ育ち、はい、ないね。チョコが台湾か。僕台湾です。台湾。じゃあ達也。